野生のラッタ、ブサイク。マジで？アローラ地方のラッタ、ブサイクだな。茂みの洞窟、島巡り、試練の場。何？一番奥におるとかじゃないんや。はい、キャプテンのイリマです。僕の試練は、ここから歩いて数歩、茂みの洞窟で行います。ふんふん。ただ、茂みの洞窟で暮らすポケモンはかなり手強いですよ。傷薬など、きちんと準備して挑んでくださいね。島巡りの試練に挑み、己の限界を超える。アローラのしきたりだそうです。茂みの洞窟に入ったら、試練を終えるまで出られません。準備はよろしいでしょうか？オッケーです。頑張ります。では、お待ちしています。いざ修行、いざ茂みの洞窟、レッツゴー！まあ水系もおるし飛行系もおるし草はおらんけどまあ大丈夫でしょう。もうなんか神聖な感じ。早速私いろんなところに道具が落ちているのをめざとく見つけてるんだけど。なになに。改めて茂みの洞窟にようこそ。キャプテンイリマです。それではイリマの試練について説明いたしますね。君がするべきことは、ふんふん。お、なにあれ、これあったじゃない。ほらほら、かわいいよ、どうした。巣穴に待ち構えているポケモンを3匹倒し、洞窟奥の台座から Z クリスタルを手に入れること。そう、ポケモンと息の合ったコンビネーションが必要です。キーキーキーク。え、なに、誰、何の声。ああ、言い忘れていたことが一つあります。ふんふん。強いポケモンがたむろする洞窟ですが、さらに強い主ポケモンが住み着いています。試練をクリアするための最大の障壁となるでしょうね。ちなみに試練を達成するまで茂みの洞窟ではポケモンを捕獲できません。え、マジかよ。島巡り7つの試練、そのうちの1つ、それではイリマの試練始め。この人と勝負するわけではないのね。なるほど、試練開始。あなたはそこで見張っていると。ポケモンたち手強いけれど頑張って奥へ進もろと。鳥、これは向こうからじゃないといけないのか。で、何、巣穴で待ち構えている中を調べます。3匹のポケ、悪いでー。何、私なんか悪いことしました？悪いでーって言われても。え、コラッタが喋ったの。え、なんか一気におっさん感が。いや、確かにあのコラッタヒゲ生えてんだけどさ、アローラの。え、なんか一気におっさんに見えるようになってきたんだけど、何、何事？ちょっととりあえず、はい、岩砕き。コラッタ喋るんだ。悪いでー。いやー、衝撃すぎて何も言えねー。効果抜群だ。イエーイ。ずっと可愛いと思っていたのに。他のみんなもじゃんじゃんレベル上がってくれんかなー。残りポケモン2匹。よし。あ、ここに道具が。アイナはいい傷薬を見つけた。やったね。あ、全然中にもいい傷薬とか落ちとんや。うわ、なになになに、なんか飛び出してきたけど。飛び出してきたの？砂をかけられたの？あれ？コラッタなんや。え？コラッタなの？もしかして3匹ともコラッタ？主ポケモンはラッタやったりせんよね。要はあれや、体験版でやった、あの写真、ポケファインダーで写真撮ったやつみたいな感じ？あれも主ポケモン出てきたもんね。でもって、最初写真撮ったの、あ、レディはレベル15、やったね。マッハパンチ、いいね、いいね。忘れさせる。とりあえずマッハパンチは格闘系。目にも止まらぬものすごい速さでパンチを繰り出す。必ず先制攻撃できる。ふーん。じゃあ、とりあえず。神秘の守り、神秘の守り、じゃあ神秘の守りを忘れさせます。 1,2 の保管。レディバーは神秘の守りの使い方をきれいに忘れた。そしてレディバーは新しくマッハパンチを覚えた。よし、残りポケモン1匹。さあ行こうじゃないか。多分あと1匹もコラったかなって思うんやけど、ちょっと待って、先にこっちのこれを。技マシン31、瓦割りを見つけた。瓦割り、いいね、いいね。てかさ、ん？あれは島キング？ここ渡れるんやない？
何かが待ち構えている。でもその前にさ、こっちに道具が落ちた時にちょっとそれを拾ってからにし、あ、向こうからか。もうどこがどこだかよくわかんねえや。こっちの方とかなんか落ちとるよ。よし、くぐってゆく。おー、なんかいい傷薬を見つけた。よし。こっちに出てきた。巣穴がある。中を調べますか。ほい。え、中は空っぽ？そっちに移動したんかい。紛らわしいわ。ってことはこっちじゃなくって、よいしょ。かわいいな。折り方が。こっちね。オッケーオッケー。中を調べます。え、空っぽなんですけど。そっちにも巣穴があるのね。てか中どんだけ繋がってんだよ。ん？これ島キング？ただの見張りの人かな。全然島キングじゃないんやけど。ちょっと先にこっちを。ディフェンダーを見つけた。よし。じゃあ、ここにはいるだろう。調べます。え？もうこれは運ってことかな、最後は。もう一回ここ調べたらここにおるんやない？なんでやねん。なんでやねん。そここっち来いよ。もうそこに留まってるっていうことでよろしいの？よろしいのね、私行っちゃうよ。よし。で、行ったらおらんかったりするんやろ？うん。お？お前ら来るんかい。よよよー。リベンジオブ木の実畑。俺らのこと覚えてるか？そりゃついさっきだからな。そこまで記憶力悪かないよ。覚えてる。覚えてないってしてあげてもよかったけどね。おお、俺たちそっくりなのにすごいな。そういう問題？ってどうでもいいよ。こいつの試練を邪魔するため忍び込んできたんだぜ。どうやって忍び込んだ？あ、でもそっか。別に見張りとか立ってなかったもんね。そうでした。それでは早速、こいつのポケモンを奪いますか。どっちが喋りよんだか全然わからんけど。どっちが A でどっちが B っすか。あ、映った。スカスカ。一人ずつ来てくれるん。優しいな。そこ私に味方がおらんけんってさ、2対1とかになるんじゃないん。なになに、さっきとは違う方？いや、同じ方かい。スリープ。よし、じゃあもう一回言ってやるよ。さっきあなたのおかげで進化できたからね。ありがとう。効果抜群のポケモンおらんのかな。コイル。ないな。一回戦ったけん、こういうのが。効果抜群おらん感じ。あ、よし。そっか、悪か悪か。よっしゃ、キャララッパ交代。ここはコラッタで。よし。仲間に見守られながら頑張ってくれ。ここなんかコラッタだらけみたいやけんね。ああ、まさかの体当たりにしてしまった。ちょっと待って、私の指。私の指よ。ほらほら、もう。叩くってあれ、鼻で叩きよんかな。おし、いけ、噛みつく。今度こそ。おっしゃー、効果抜群。お、いいね、いいね。スカルダンの下っ端との勝負に勝った。俺、こんなに弱くてスカルダンでいいのかよ。それはちょっとリーダーに聞いてくださいな。なんだこの結果。マジっすか？なんなんすか？強すぎじゃないですか。ありがとう、強すぎとか。え、もう一人は戦わないの？こんな場合じゃねえよ。あいつやべえよ。なんていうか、試練の場所やばくないですか？ああ、だよな、相棒。普通のポケモンちっとも姿を見せないの。あいつが強すぎるせいだろ。何あいつって。誰あいつって。何？なんか戻ってきたけど。あのですよ。奥にやばいのいるから。お前も逃げた方が良くないですか？なんか助言してくれより優しい。逃げるんじゃねえ、リベンジだ。あいつらの巣穴を見張ってコラッタを捕まえる。マジっすか。よーし、やるっすか。え、なになに？ん？何やってんの？あの人たちも試練受けてるの？なんか見張ってるけど。よよよ、出てこいや。奥のあいつと戦う時の人質、ポケ質にしてやる。ポケジチ？ポケジチとは。なんか響きが面白いけど。ま、でもここだけ空いとるってことやけん。ちょっとここに。ありがとう、場所を絞ってくれて。
これで他の巣穴には出んってことやもんね。中を調べます。どいてや。やっぱり喋るこいつ。やっぱり、え、野生のラッタブサイク。マジでアローラ地方のラッタブサイクだな。いや待って、衝撃だわ。どいてや、どかねえわ。ちょっとあー衝撃すぎてちょっとダメだわ。え、なんなの？アローラ地方の子らった可愛いのに、その進化系はブサイクになるっていうのはどういう理屈なの？あ、ケララッパがレベル16に上がった。イエーイ。イエーイ。なんかケララッパ最強だな、今。ヤングースがレベル15に上がった。やったねー。ポケモンたちをすべて倒した。ごめん、ポケジチいないわ、もう。私全部やっつけちゃったからさ。もうその最強のやつに挑んでいくしかないんだけど。ね、もういないよ、そこ。よよよ、飽きてきたぜ。じゃあやめな。もう一人は？もう一人もなんかやってんの？こっちで。やってるわ。もう諦めるとしますか。諦め、てか動き。なんか無駄な動きが多すぎて。めっちゃ動くやん。痩せそうやね、なんか。おじさん。私は忍び巡りに挑む少年少女をお助けする試練サポーターなのです。お見事、3匹のポケモンたちに強さを示しましたね。それでは奥にお進みください。ありがとうおじさん。洞窟の一番奥、いよいよ Z クリスタルゲット。でもラッタもう出てきたな。何がおるんやろ。主の間ん、これなんか光り輝くけど、突き刺すような何者かの視線を感じる。大蛇に置かれた Z クリスタルを手に入れますか。はい、ためらうことなく取りますよ。なんか巨大なラッタが来たりとか。おお、うわ、やっぱりかよ。でっか。ぬしゃしゃ。ぬしやけんってそんな鳴き声しなくていいんだよ。やばいな、でかくね。普通のラッタでもちょっとなんか小太りやなって思ったのにさ、さらにそれよりでかいっていうのは一体どういう。やべえ、燃えてる。ぬしのラッタはオーラをまとい防御が上がった。大丈夫か？とりあえず、ケララッパの曰く抱きで。レベル的には勝ってるもん。よっしゃ、行け、曰く抱き。お、やべえ。やべえ、簡単にやっつけちゃうよ。おーし、行けー。なに、仲間とか呼ばないで。なになになに、来ない？来たわ、クソ。主が呼んでも誰も来ないという寂しい結果に終わるかと思ったのに。とりあえずコラッとやっつけますね。待てよおい、2匹。あー、キャラッパ曰くだし。おいし、オッケー。さあ、あとは主だけだよ。お、コイルがレベル15に上がった。コラッとはレベル15に上がった。やったね。みんな強くなっていく。それじゃあ曰くだきで。待って、そっち誰もいない。え、そっち誰もいないんだけど。大丈夫？あ、よかった。よかった。ちゃんと当たったよ。おっしゃー、主撃破。さあ、どうだ。お、足回りがレベル17に上がった。やったね。ありがとう。ケララッパこっち向いた。イェーイ、やったよ。お、足回りが。おや、足回りの様子が。え、どんな感じに進化するんやろ。かわいいかな。こういうさ、最初かわいいのに進化したらブサイクになるタイプちょっとショックやけんさ。さっきのラッタじゃないけど。どうよどうよ。しかもなんか関西弁扱うみたいやし、こらったラッタ。え、かわいい。おめでとう。足まりはおしゃまりに進化した。おしゃまり？おしゃれ？おしゃれですか？なんか目キラキラしてない？少女漫画に出てきそうよ。あー、いいね、いいね、そのポーズも。登録完了。進化したのはどんなポケモンか調べろと。おしゃまり、アイドルポケモン。おお、アイドル。仲間を思う気持ちが強い。トレーナーが落ち込んでいるとダンスを踊って励まそうとする。しかも超いい子。なるほどね。ツンケンしたアイドルじゃなくて超いい子なタイプやって。ラッタは洞窟の奥に姿を消した。なんというトレーナーでしょう。なんということでしょう、みたいに言われても。ありがとう、イリマさん。
僕が鍛えに鍛え上げた主ポケモンを倒したなんて。あ、虫ポケモンは、なるほど、キャプテンが鍛えたポケモンなのね。さすがとしか言いようがありません。ポケモンと力を合わせ、イリマの試練達成。目覚ましいトレーナーです。ね、それよりスカルダの下っ端たちは一体どうなったの？なんか普通にここに来たけどさ、あなた。アユナさん、おめでとうございますですね。さあ、台座のゼットクリスタルを。おお、なんかゲットしたよ、ゼットクリスタルとやらを。おお、いいねいいね、何そのポーズ。試練達成、かっこいい。アユナはノーマル Z を手に入れた。ノーマル Z、 ノーマルタイプのってこと？アユナはノーマル Z を Z クリスタルポケットにしまった。今手に入れたものが今手に入れたのがノーマルタイプの Z クリスタル、その名もノーマル Z。 それをノーマルタイプの技を使えるポケモンに持たせて。お、何その、何そのポーズ、かっこ悪いよ。このようにエレガントなポーズをすることで、エレガントらしいわあれ。ノーマルタイプの技を強める Z パワーを放てますよ。では次に進みましょう。そんな冷静に進められても。そういえば言い忘れていたことが一つありましたね。何？主ポケモン試練を行う場所には、先ほどのラッタのように一瞬じゃない一際強いポケモンがいます。それにアロラ地方のポケモンは助け合いなのか、戦いの時に仲間を呼ぶのですよ。ふんふん、もちろん主に打ち勝ったあなたなら洞窟のポケモンを捕まえても大丈夫です。スーパーボールをどうぞ。ありがとう。あ、あそこに光り輝く技マシーンが。お、スーパーボール10個もありがとうね、イリマさん。ポケモンもお疲れ様、元気になってくださいね。お、回復してくれた。優しいじゃないか。さて、面白いものをお見せします。3番道路に向かいましょう。面白いもの？なんやろ。洞窟の外のイリマに会いに行くろと。あれかな、スカルダンの下っ端2人がちょっとぐるぐる巻きでご用になっとる感じの。いけんやないか上。あの2人はもういらっしゃらないの？試練に挑むだけでも偉いのに Z クリスタルを手に入れるとは。あなた驚きのトレーナーです。そうよ、これセットした方がいいよね。ノーマル Z 使う。あ、一応全員効果ありやけど、ノーマルタイプのヤングースがいいよね。ヤングースノーマルタイプよね。なんか勝手に決めたけど。ノーマル Z を持たせた。まあ一応これ取り外したりできるんやろ。よし、オッケー。出てきた。イリマさん、はい、キャプテンのイリマです。何回も自己紹介いいよ。島のあちこちにはキャプテンミニゲートがあります。何それ。ミニゲートの先には手強いポケモンがいます。強いトレーナーと一緒なら誰でも通れるのですが、島巡りに参加しているものは試練をこなすことで通れます。いいですか、キャプテンマジック。あ、なるほど、悪行。へえ、通れるようになったんや。やったね。めっちゃ手振り寄る。こっちですよ。ほら、世界が広がりましたよ。ありがとう。メレメレ島にいるキャプテンは僕一人。つまり試練も一つです。試練を終えたことを島キング、原さんに報告しておいてくださいね。了解。あれ、なんか向こう側から来たけど。やっほー。やっほー、博士。おー、あゆな。イリマの顔を見るに試練達成かな。では僕からのプレゼントだ。 Z パワーについてお教えしよう。ふんふん、バッグの Z クリスタルポケットから効果のある Z クリスタルを選ぶ。次に選んだ Z クリスタルをポケモンに使うので、 Z クリスタルと同じタイプの技を覚えているのが効果ありだ。ポケモンに Z クリスタルを持たせると勝負で Z パワーを使えるぜ。ちなみに Z クリスタルは何度使ってもなくならないからね。よかったよかった。このノーマルの Z クリスタルっていうのは1個しかないもんなんかな。しっかり見てるんだぜ。お、見本を見せてくれる？おー、来た来た。お、野生のガーディー。いいね、ガーディー。
お、犬対決ですか？よし。あ、これはもう私見とくだけでいいってこと？見ててごらん。見てます。Z パワー。おー、すげえ。ウルトラダッシュアタック。なんか技の名前はすげえかっこ悪いけど。あー、やっぱりそのポーズいるのか。かっこ悪いわ。お、イワンコは燃えてるね。イワンコが解き放つ戦略の Z 技。ウルトラダッシュアタック。小さい子が考えそうな名前。わ、すげえ、なんか足動いてないのに。絶対なんかこう、足の裏とかにさ、ロケットついてるよね。おー、すげえ、かっこいいよ、イワンコ。ふぅ、トレーナーの思いをポケモンに重ねる。ジェットパワーをくたびれるね。一回の勝負で一度使うのが精一杯だぜ。なるほど。博士の浮かない患者はそれだけが理由でしょうか。ん？ああ、ど忘れしていた。あれなんだ。3番ドールでリーリエとはぐれてしまってね。リーリエ。なんそか、そういえば、迷子になりやすいって言ったよね。あゆな、彼女を探してくれないか？いや、いいけど。では、念のため、洞窟の様子を見に行きますね。ああ、手分けして探すとしよう。洞窟の中？洞窟の中見渡せるぐらいの広さやったけど、おらんかったやん。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。